今回はカニカマチャプチェを紹介するよ。山佐のさっちゃん、お料理コーナースタート。まず玉ねぎはスライスします。人参は短冊切りにします。ピーマンは種を取り除き細切りにします。鍋にお湯を沸騰させ、春雨をパッケージの表記時間通りに茹でます。次にフライパンにごま油を入れ熱し、玉ねぎ、人参、ピーマン、醤油、砂糖、コチュジャンを入れて炒めます。そこに春雨、軽くほぐしたサラダマリアージュを入れて、全体に味がなじむまで炒めます。最後に白ごまを加えて混ぜ合わせて出来上がり。今回の料理におすすめの商品はこちら。みんなも作ってみてね。また来週。